今日は Amazon でカート取得するメリットと、そのカートが取得できてるのとできてないのの確認方法ですね。確認のチェックポイント。まあ、それについてお話します。まあ、カートを取得するメリット。一番のメリットは、面倒くさがりな人はカート取得商品を購入すると。ね、何言ってんだって感じなんですけど、まあ、これ今からね、画面見せながら説明しますけど、 まあ値段にうるさくない。ね。えー、買い物好きでめんどくさがれない人はもうカート取得商品を購入すると。そして、オーストラリア人はめんどくさがりアが多い。だからね、まあ正直、えー、2000円で売ってる、えー、最安値の商品を3000円でカート取れれば普通に3000円で売れます、ね。しかもそれは日本とかアメリカよりもはるかにオーストラリアは3000の商品買う人が多いです。まあ、結局ね、えー、めんどくさがりが多い。そして、 高く買う人はうるさくない。ねえー、最安値で買う人の方が、えー、うるさかったの傾向があります。だからね、高くても売れる商品を高くても買う人に売るっていうのが Amazon 人の一番のコツなんで、そういった意味ではね、カート取得するっていうのは非常に大切なことです。で、そのカート取得の確認方法ですけど、まずね、Amazon でカート取れてない状態。このね、商品を検索したときに、 この大きな黄色のボタンに Add to c a r っていう表示が出てなかったらこれカート取れてないです。ねなんで取れないかとかどういう資格で取れるのかっていうのはまた別な機会に話しますけど何でしろこれがカート取れてない状態で。カートが取れてる状態っていうのはこのように商品のページの Add to c a r というね大きなボタンがあります。でねこれパソコンで見るとその下にもねちっちゃな Add to c a r があるんで まあこれ取れてんじゃないのと見えるんですけど、実はね、スマホで見ると、えー、状況は全然違います。カートが取れてない状態だと、まあ、こういうふうにね、C-All Buying Option というボタンがあって、そこをクリックすると出品者全員の、ねえー、価格と送料が見えます。まあ、そしたら普通は一番安い人の買えますよね。で そうじゃなくて、カートが取れてた場合は、このように商品のところに Add to Cart ってありますからね、商品検索してここをクリックすると。で、実際問題として、この商品がね、もうこれ1種類しかなくて類似商品がないと言った場合にこういう表示されることありますけど、普通はこの Add to Cart のね、取得者が、該当者がいない商品は検索結果にあんま出ないです。だからね、そもそも この画面になっちゃってる商品は、えー、あんまり売れないです、ね。アドトゥーカートになってる商品が検索結果で優先して出てきて、めんどくさがり屋は素直にアドトゥーカートを押して買うと。そしてオーストラリアの場合は、パソコンをね、えー、使う人って少ないんで、まあ、仕事ではいやいや使うかもしれませんけど、家にパソコンないとかね、あっても使わないって人結構多いです。ないしろオーストラリアの回線ってすっごい遅くてね、えー、繋がりも悪いし、 平気でね、一日中使えないとか、何の前触れもなく、単なる事故で一日中使えないってこともありますし、まあ、そもそも子供と遊んだりね、ゴルフやったりテニスやったり、えー、海にね、えー、ボート浮かべたり、遊ぶ時間が忙しくてね、あんまり、えー、家の中でパソコンやらないんで、買い物は普通スマホでされてると思うのが正解です。まあ、こちらのね、えー カート取得該当者なしのリンクとカート取得者ありのリンク、これをね、えー、スマホでクリックしてもらうと、あなるほど、これはカート取るのは非常に重要だねというのがね分かっていただけるかと思います。そんな形で、えー、カート取得の、ね、方法の前に、ね、カート取得できているとはどういう状態かなぜカートを取得するのかということについてねお話ししました。